としてもらいました。そして園田が今中央入っていく。さあ中村自分でも受けるぞ、マッチアップだ、グラウンダーでシュート、園田今シーズン9点目、中村の突破からでした。やはりサイドからの崩し、沼津先制点は後半の5分。そして沼津は点を決めた園田が全員サブの選手に迎え入れられて、全員で、ね、この喜びを共有しました。中村のサイドの突破があって股を抜いてクロス、そしてチョーンと出してコントロールしていきました。もう一回いきましょう。ここからグラウンダー、しかも左隅と